はい。というわけで、どうも皆さん、こんにちは。サーブでございます。本日もやっていきましょう。ドラゴンクエスト、モンスターズバトルのビクトリーということで、本日は、11月1日です。撮影日は、全然11月にもなっておりませんけども、投稿日は、11月1日でしょう。はい。実は、ハロウィンみたいな動画作りたいなって思ってたんですよ。ずっとね。うん。モンバトでも。いや、それっぽい動画できないかなと思って探したんですけど、まあ、見つかりませんでした。なので、ちょっとでもね、ちょっとこうね、ダーク雰囲気のね、あるね、動画にさせていただきます。まあ、モンマスですね。割と珍しいんじゃないかな、モンマスは。必勝パターンで触るぐらいなんで、あんまり自分モンマス使わないんですけど、今回はね、モンマスのチームになります。アンダー20ですね。ライフハイ対戦でも使えるルールになっております。というわけで、早速やっていきましょう。はい。というわけでね、早速使っていきましょう。今回はね、大輝くんと勝負していきます。まあね、いつもひなちゃんばっかりだとあれなんでね。今回は大輝くんでございます。わーおー。やだな、真ん中やだ。真ん中すごく嫌だ。嫌なもの持ってるわ。さあ、今回使用していくチームの紹介になります。今回使用していくチームはこちらです。ドーン。メーダ、ゴースト、ナイトリッチということで、まあね、ガチモンスターが一匹いますけど、これはね、とある必殺技とね、相性のためです。はい、というわけでね、こちらのチームになります。ね、相性として、荒野なんだっけ荒野なんとかで HP が上がっております。はい。あと、呪文相性がありますので、賢さも上がっております。意外とね、相性持ってんだよ、このチーム。すごいよね。さあ、まあね、二つの相性を持つモンマスということで。まあしかし、このチームのね、真のね、あれはね、魅力は、相性二つだけではないので、まあ早速ね、見せていけたらなというふうに思います。やっていきましょう。これ多分呪文連打した方が早いよな。呪文連打した方が早くないかこれ。どうなんだろう。とりあえず、ギラドルマ、ドルマで行きましょうか。まあ、呪文チームなんで全員呪文はね、使用することができます。はい。さあ、初手から、なんだっけこれ。あーお、種返せ。種泥棒。これやばいかもな、地味にきついかも。大丈夫かな？不安になってきた。さあ行きましょう。メイダちゃん。ダブル称号から放たれるギラ。はい、どうこでしょう。ドン。あ、いい、強いね。いい、軽く。いいですね。さあ、ここはね、回避がかかってます。僕は死神はね、回避を上げておりますので。おおまあ、ブレイクオールならまだ珍しいってほどじゃない。いや、珍しいな、十分珍しいな。いってバカじゃないの今回、死神ちゃんはね、回避率をね、30% も上がってますので、めっちゃ回避します。いやー、いい火力強いのよ、火力が。いいわねさあ、死神ちゃんも回避必須よ。回避。はい、ピロン。はい。痛すぎる。痛すぎる。通パンされるこれもしして。痛すぎるんだけど、普通に。いやー、ばすぎ、いい火力。ギガデインで行きましょう。おお。さあ、ここはね、ギガデインを使って、HP をね、削っていきましょう。お互い、まあ、打点は取れるので、まあ、なんとか、あと800は持ってきたいな。いいですね。いいですよ。それはいいギラ。不滅の呪文を放つ、ドン。いやー、マジ、メイダちゃんがね、普通に優秀なんですよね。これ打撃耐性持ってるからすごく優秀。そう、メイダちゃんね、打撃耐性持ちなんですよ。なんで、ナイトリーチとメイダちゃんが打撃耐性あって65。まあ、ちょっと死神はね、今回おしゃれ気で若干下がってるんですけども、これは回避だね。頼むよ、死神。お前回避高いんだから。よいしょ。そう。これです、これです。回避してくれますからね。まあ、死にはしない。大丈夫。死にはしない。
逆に逆にそこ行くんだ。さあ行きます。ドルマです。はい、どこしょ。いや、優秀なんだわ。なんか死神強くないか。さあ、今回はね、ドレアムスキャンなんで、ナイトメアソードも威力強いです。ドーン。まあ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 、上出来でしょう。さあ、じゃあそろそろね、見せましょう。このチームのね、魅力その1です。さあ、行きようぜ。行きます。必殺技、発動だ。いきます。暗黒だけ連携、ダークブレイク。これ見たことある人少なそう。かわいい。よいしょー。ドーン。え？待って、え？あれ待って、今のさ、ダメなの？あれ？ちょっと待って。あの、思ってたのと違う。思ってたのと違う。ちょっと待って。さすがにやばい。それまずいよ。ちょっと待って、死ぬ。思ってたのと違うって。やめて。これは地殻変動を外し。オッケー。空気読め、大輝。空気を読め。勝負あり。嘘でしょ？そんな先ほどは不甲斐ない結果に終わってしまいましたので、少しね、彼らのね、あれを尊重して、まあでもいい、まあ、どうなんだろうな。完全にあの、八百長かな、これ。ちょっと八百長かもしれない。どうだろう。八百長かもしれない。さあ、やっていきましょう。まあ、まずはね、まあ、呪文で、まあ、呪文でね。ミスった。もう全部 B でいっか。向こうはね。というわけで、あの、新指導をね、ぼっこした連中にお越しいただきました。はい、今から呪文で焼きます。ひどい。でもね、他は結構、そう。あのね、こいつぐらいなんだよ、弱いのは。こいつ以外はね、割とね、まともな体勢をしているので、痛いなぁ、なかなか。そう、死神ちゃんがいるからね。A 技がね、あまり有効にはならないっていう感じがね。やった、強っ。えぐいなぁ。いいですよ。いい。死神ちゃんがいい感じ。さあ行きましょう。リッチのドルーマは強い。どこでしょう。はい。うおほー。やばすぎだろ、火力。やばい、ミスった。ミスったやばい、先出ししちゃった。まずい。リーサルとして使うはずだったのに。今先出ししてしまった。押しミスです。行きましょう。このチームの魅力、その2。なんとドルモアも使えます。なぜ今このタイミングで。さあ、ドルモア行きましょう。どんくらい入るんだろう。弱い。弱すぎる。なんてかな、パッとしねえんだよな。いや、いい体勢だよ。いいよ。優秀ですよ。押し潰す。よいしょ。悪くないじゃないですかね。やっぱ、メイダちゃんが硬いな。なんか、この戦い使って思うんだけど、メイダちゃんがね、割と体勢優秀なのは、本当に感じる。めちゃめちゃ感じる。メイダちゃんの体勢が優秀。ガチ。さあ行きましょう。よいしょ、ドーン。まあこれにしたのには理由があるから。ね、ちゃんとした理由があるから。これはね。うん。さあ、煉獄斬りが。痛いー。痛いね。
当たると痛いです。突撃突撃、お、いい回避。そうそうそう、この回避率よ、ブトワカとほぼ変わらないですからね、回避率だけで言ったら。まあね、死神ちゃんの弱点としてその脆さっていうのがありますけども、まあそれをね、回避率でねカバーして、あとは呪文でぶん殴ると、まあ割とねバランスのいいチームなんじゃないかなって思うんですけども、避けていただきたいですねちょっと避けていただきたいですね。リベンジ、もうねドルモアは撃った、あとはリベンジ。さあ橋です、来た。さあ同じ失態は乗せないよ。必殺技は使うようです。だ、暗黒大気連携ダークブレイク再びいざ。この必殺技ってなんかローリング長いんだよね行くぜ闇の波動、ドーン、よいしょー、勝てー鬼勝てー。ダメージだけで見たら実質ギガスラッシュだよねこれまあね、シンプルに呪文打った方が強いっていう場面の方が多そう。まあでもね、必殺技が2個使える、相性も2個あるっていうチームはね、もうこのチームだけだと思いますので、はい。まあね、なかなか面白みのあるチームですね。はい、というわけで、ね、動画の方針を変えようと思って、一回ね、一戦だけ Wi-Fi 対戦の戦った動画を、対戦動画を挟もうということで、今回のね、初の試みです。やっていきたいと思いますので。まあね、こうやってね、両方ともね、実況できるのが強みですよね、私の。どっちでもいけるからね。さあ、というわけでね、この生かしたメンバーでやってまいりましょうね。Wi-Fi 対戦でございまして。いや、どうだろう。Wi-Fi 対戦だと、まあ、わりかし刺さる部分も多いかなっていう印象はまあ、多少はありますけど。まあ、ちょっとピンキリ要素は強いですからね。やべ、3番マイク触っちゃった。さあ。お相手は、おー、あ、まあ、あ、草原魔法使い？草原森魔法使いが。レディーファイト！あー、なるほどね。なるほどって感じですわ。龍のチームに命令を与えるのだ。呪文の方がいいやろうから、一旦呪文全部やってみるか。全部引っかかりそうなんだけど大丈夫かな。必殺技の数が多すぎてさ、むちゃくちゃなことになってる気がする。 OK、 いいよ、いい回避。目を開けていない。まあまあまあ、まあ、今回はね全員呪文の盾なんでどうでもいいよね。さあ行きましょう。灼熱の呪文を放つ。ドン。まあ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 、上出来じゃない、上出来でしょ。全員呪文かよって絶対思ってたら、いやー、かっけえなー。あんまり有効打ではないかもしれない。暗黒の呪文を放つ。これはあまり効いてないぞ。なんでだよおっと、相手の攻撃。さっきと同じルールで私 A 押しちゃったよ。相手も呪文。まあまあ硬さはね、こっちも負けず劣らず、負けず、あ、あ負けず劣らずなんだよ。さあ、あ、メダちゃん行くんだ。それはきついな。いやー、これは効いてない。まだまだ戦況が読めません。やばいな。さあ、まあ、こっちは変わらず呪文押しでいいかなって思うんだけど。ギラを捉えた。あーもうバカバカ、もう全然全然さっきから学んでない、何も学んでない。いやー、ドラゴンブレス痛すぎる。ええこんな、えさあ1ピロリかも。これはあまり効いてないぞ。おー、いい回避率、優秀ですね。いいですよ。さあデイン、まあ、これもあんまり打点にならないと思うんですが、いかがでしょう。あー、痛えわ。ちゃんと痛かった。
さあ、クルス大丈夫や、そうですね、よいしょ、ドン強い強いね、いい火力だ。おドルマを捕まえた。これはあまり効いてないよ。これはネビュラで行ってみますわ。仕掛けポイントかな。スペシャルカード発動。あれ俺が先行してるってことはさ、これもしかしてかぶった。素晴らしい攻撃です。かぶったか、これスペシャルカード発動。いやー、かぶったわ。まずい、これだとやばい、やばい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 、440やばい、さすがにそれはまずい。あーやばいな。ちょっと待って、ちょっと待って。そっちならまだ大丈夫。あとは1ピロリ、1ピロリ必須だぞ。いやー、どうだ。闇の力みなぎってゆく。みなぎる。さあ暗黒の釜。いやそれ打点足りる、大丈夫。いやでもそうだよね、足んないよね、1ピロリされたもんね、それきついよね。おっと相手の攻撃。あれ、いやいや大丈夫、さすがに死にはしない、大丈夫。スラストライク避け、スラストライク避け、ミラクルフラッシュ、全員避けろ。勝負あり。ルビスでも捨とけばよかったかな。いや、どの道。残念でした。はい。はい。というわけでね、今回はね、荒野ダンジョン呪文チーム使ってきたわけなんですけれども、まあ、なんだろうね、うまく刺さらない。うまく刺さらねえ。まあでも、アンダー20だと、まあ、相手にもよるかな。結構依存しちゃうところはあるかなと思うんですけど、まあね、使い方次第で全然いろんな形でこう運用できるチームだとは思います、まだ。うん。呪文がね、まあメインになるかなって思うので、まあその対戦の時はね、うまいことこうね、ナイトメアソードだとかね、こうずらして、うまいことね、こう相手にマジバをさせない立ち回るというのもね、うまいことできればな、これ強いと思うんだけどな、ダークブレイクとさ、ドルモアが使うチームなんてないぜ。ほら、2個。なかなかないですよ。で、まあ、このダウンウォールと呪文ダウンブレイク、呪文防御力ダウンはね、あんま使わないと思うんだけど、まあね、二択、特技と呪文か選べるということで、まあ、その相手のね、マジーバーを読んでのダークブレイクってのもね、なかなか面白いんじゃないかなと思いますので、皆様良ければぜひね、使っていただければと、いうふうにね、思います。届いたいです。届いたいです。はい。というわけで本日の動画は以上になります。よければね、また次回の動画もよろしくお願いいたします。というわけでお疲れ様でした。